まあ角田君はね、あのスタートは今回まあうまく決めてフェルスタッペンと一緒にくっついていって、でレースの展開としては、ハース勢、まあ、これはあのセーフティーカーの後だからあれですけど、まあ、展開としてはハース勢マグヌッセンヒュルケンベルグの後ろで走っていて、まあ、ペースも良くはないですけど、でもそんなに悪くもないという感じでこの集団の中で走れてましたよね。まあ、中団のトップはジョーガンユがいて、その後ろにハース勢がいて角田くんがいるっていう感じで、まあ、でハース勢が、まあ、8周目とか早い段階でピットインして、まあ、あのハースはもちろんタイヤがもともとやばいっていうのが分かってますし、早めに入るって決めてたんでしょうけど、まあ、早めに入ればあのみんなそれでカバーで入ってきて、みんなピットインするんじゃないかと思ってたら、あれ、はい、誰も入んねえみたいな感じで、結局角田くんはセーフティーカーまで引っ張って、セーフティーカーでピットインしたんで、そこでジャンプアップするっていうことができたんですけど、だからまあある意味ではハース様々っていう感じですよね。さすがに8周目は早すぎでしょっていう感じはしますけどね。まあそれに釣られたのがだからアルファロメオ勢ぐらいで、まあボッタスはもちろんあの入っちゃって、まあ別にボッタス後ろの方だったんであまり関係ないですけど、ジョーガンユとかが、11周目かなに入って、まあなぜかヒュルケンベルグも同じ周に入ってるんで、これも結構謎なんですけど、まあここは順位変わらず、だからまあこの辺で先に何台か入ってくれて、まあアルピーヌ勢も入ってくれたんで、まあこの辺は角田君にとっては非常に良かった。で、ミディアムがロングランやってなかったにもかかわらず、まあ一応うまく持たせることができて、セーフティーカー待ちで、まさにセーフティーカーが入ったところでピットインするっていうのが非常にうまくいった。で、これでオーバーカットして、まあセーフティーカーで入ると10秒ぐらいゲインできるんで、まあこれでアルピーヌ勢まで抜いてポジション上がると。8位でしたっけ、まあ、ちょっと、まあね、アルピーヌ勢の前っていうのは、もう、もともとアルピーヌと戦えるとは思ってないでしょうし、まあ、実際戦えないので、まあ、ちょっとそこはできすぎちゃった感じはしますけど、まあ、アルピーヌ勢、まあ、行ってくださいって感じで行ってもらって、で、その後のハース勢をうまく抑えるっていう形を取ってましたけど、ただ、まあ、やっぱりちょっとね、前のアルピーヌ勢に比べるとペースは全然遅いし、まあ、あの感じだと後ろのハースよりもちょっとペース負けてるなっていうのははっきり見えてましたよね。でもまあそこをうまく角田くんは、ペースコントロールして、ギャップもコントロールしてハース勢を抑えて、まあ、割とハース勢もこうアップダウンがあるというか、早く追いついてきたりちょっとギャップ開けたりみたいな感じ で後ろもまあそれなりにずらずらつながってますしっていう感じだったんで、まあ、途中からはちょっとヒュルケン選手が落ちてきて、あ、これでもうあとマグヌッセンだけだな。で、マグヌッセンもまあそこまで来られないから、まあこれいけるかもなっていう感じだったんですけど、まあ、残り5周あたりからもう一回ちょっとプッシュしてきて、まあおそらく一回ギャップを広げることによって、タイヤを休めて、グリップ回復させて、あとまあバッテリーの方もチャージしてっていう感じだったと思うんですけど、まあそこまでは角田くんは第一セクター、第二セクター、自分が得意なところでプッシュをして、ギャップを広げておいて、なんとかメインストレートは生き延びるみたいな、耐えるみたいな感じで対処はしてましたね。で、まあこのハードタイヤがアルファタオリーやっぱりダウンフォース少ない分、ちょっと使いづらくて、まあアンダーステアがかなりひどくて、まあ実際いつもね、言ってる通りグリップがないグリップがないっていうとこなんですけど、まあこれに対しては、アルファタオリーは、まあロングランのね、データ全くない、なかったんですけど、金曜日にソフトしかロングランやんなかったんで、なんでソフトでやったっていう感じなんですけど、ね、結局決勝で使わんのかいっていう。決勝で使ったのミディアムとハードで、なんでどっちもロングランやんなかったっていう感じなんですけど、まあそれはまあ言っても仕方がないっていうか、ソフトでロングランやってそのデータ見た結果ミディアムとハードで行くってことを決めてるんですけど、まああのハードやっぱり熱が入りにくくて、入りにくいだけじゃなくて温度キープしづらい、ストレートをずっと全開で走ってるとフロントタイヤばっかり風が当たって、フロントタイヤばっかり熱が逃げていくというか冷めちゃうんですよね。でコーナーギーって曲がるようなコーナーがあればフロントタイヤ熱入るんだけど、ほぼほぼコーナー27個といっても実質コーナーで数で言うともっと少ないんで、全然少ないので熱が入りにくいし、ブレーキングもそんなにねなかったりするんで、なのでアルファタオリはハードタイヤ履いてからはアンダーステアグリップがないっていう角田君に対して、まあ、デフとか車のセットアップ、まあ、ステアリング上でできるんで、エントリーのデフのセットアップ変えたりとか、あとドライビングの仕方、
それにターンインを早くしてフロントタイヤをこう滑らせながら、こじるようにして滑らせながら、走ることによって、その滑る摩擦でフロントタイヤに熱を入れてくれっていう。でそれをまあずっと やらせてましたね。でそれはまあうまくいってるよって、それである程度グリップが出てきてるっていう感じで、まあ、ずっとそんな走りを、まあ、結構だから無茶だというか無理やりハードタイヤの温度をキープするような走り方、まあ、とは言っても結局それで温度が入るのって表面の温度なんで、まあね、コアの部分までは温度は入らないと思うんで、まあ、そういう意味ではうまく使い切れてなかったところはあると思うんですけど、まあ、それでも自分たちが持ってる車の性能は、まあ出し切った。無理くりでも出し切ったっていうところと、まあ角田くんのドライビングも非常に安定して、しっかりタイム出せてた。まあああいう、ミディアムスタートで第一スティントを持たす、タイヤを持たせることによって、セーフティーカーでピットストップするっていうチャンスを得た。まあ、これは本当にセーフティーカーは幸運は幸運だけれど、その幸運を掴んだのは、自分たちがミディアムタイヤをずっとそこまでマネジメントできたから掴めてるんで、まあ、それはあの誰でも掴めるわけじゃないから、そこはあの狙ってこうやってそのチャンスを掴むんだ、あよし来たでこれ掴もうって言って掴んでるんで、そこは半分実力なんで、別にラッキーで8位まで上がったっていうことは別に言う必要がないっていう感じですよね。で、まあ、最後の残り5周のバトルなんですけど、まあ、ちょっとその、途中から燃費がちょっと厳しくてリフトオフもしてましたし、それでペースを少し落とさざるを得なかったっていうところもあるんですけど、あのタイヤはそんなに垂れてないと思うんですけどね。まあ、それで少しまた追いつかれたっていうところもあるし、まあ、おそらくセーフティーカーが2回入るってことを想定してちょっと軽めの燃料でスタートしたのかもしれないですね、ギャンブル的に。まあそうでもしないと、やっぱり自分たちのパフォーマンスの底上げできないので、もともとないものはね、ないから、であれば燃料を軽くして、ライバルより軽い状態で走れば、要するに10キロ軽い状態で走れば 0.3 秒は速く走れるわけで、まあそこぐらいの、ギャンブルはしたのかもしれないですね。ちょっとそこは、あの、現地でね、取材できてないんで、聞けてないですけど、まあおそらくそういうこともやってたのじゃないかなとは思います。まあそれでも最後、マグヌステンが迫ってきて、で、最初は27コーナー、最終コーナーで、まあ、ちょうど角田くんもディプロイがバーバーパって切れたところで、ターン27、最終コーナーの飛び込みでインに入られて、抜かれて、まあ、これも結構だから、あ、そっから来るんだっていうぐらいギリギリで入ってきてるんですけど、マグヌセンが。まあ、角田くんは割と冷静に一回行かせて、で、最終コーナーの立ち上がりで、後ろ、立ち上がって DRS を取って、このメインストレートで DRS を使って抜き返す。だからまあこのコントロールラインの先、スタートフィニッシュラインに行くまでにはもうすでに前に完全に出ちゃってるんで、あこれであの取り戻せてよかったっていう、あのまあある意味どうぞどうぞ作戦みたいなもんですけど、あこれであの一瞬は最終コーナーで行かれたけど、ちゃんとポジション取り戻せてよかったわと思ったんだけど、マグヌステンもここで諦めずに、抜かれてから一回、これ実際この前にはもうあの横並びの状態で走ってるんですけど、これすでにマグヌステンが一回角田くんの塔に入り直してるんですよね。で入って塔を使って1コーナーに向けてうやーってイン側に入ってきて、あーと思ってその中もインにちゃんとブロックはしてるんだけど、でもちょっとそのブロックするのが遅かった、もうすでにあのマグヌステンにインに入られてしまっているっていう状態で、マグヌステンはかなりレートブレーキングで前に出る、まあ、角田くんもそれに合わせてレートブレーキングでロックアップしてるっていう状態で、まあ、2台ともロックアップしたあのこのアプローチでしたよね。で、これでマグヌステンがオーバーシュートしてコースはみ出てくれれば、角田くんはシュシュって2コーナーでまた元に戻れたんですけど、マグヌステンもまあギリギリコースに留まって、2コーナーもちゃんとエペックス留まってクリアしたんで、まあ角田くんは1コーナーこのアウトから2コーナーのアウトへと、また、スイッチしようと思って、トライしましたけど、まあ抜き返せず、まあ、ここで終わりということで、まあその後、あーって、叫んでましたけど、まあ、正直これは、この1コーナーの手前までで、一回 DRS で抜き返したところまでは良かったんだけど、抜き返したところで、まあちょっと油断したかなっていう感じですよね。こうやってまたマグヌステンが後ろに入ったんで、あ、これでもう、抜き切ったと思ったのかもしれないですけど、ここで油断せずに、まあまだ自分 DRS 持ってるわけだから、このまま1コーナーまで行って、1コーナーしっかりインにブロックするっていうことをしておけば、もしかしたら抜かれずに済んだかもしれないなっていうのは、
おそらく自分でも分かってたんだと思いますね。そのちょっと油断があったっていうこと、インに飛び込ませてしまったっていうことに対しての、まあ、怒りというかね、それも悔しさっていうのもあって、あの叫びだったと思いますね。というのが、まあ、ちょっと残念だったなと。まあ、本当にここだけ、本当この瞬間、ここの抜いたところまでは本当に素晴らしかったし、良かったんですけど、この後の1コーナーへの飛び込みだけ、まあ、本当に実際に言うと、もう飛び込み、ちょっと前のところですよね。飛び込む前の瞬間に、マグヌセンがシュッてインに入ってきてるんで、で、まあ、ここのブレーキングね、レートブレーキングも結構、まあ、強引というか、まあ、止まれるか止まれないかギリギリで、マグヌセンも仕掛けてきてるんで、まあ、向こうとしても当然ここで行かなきゃもう抜けないだろうっていうのはあったでしょうしね。というところで、まあ、本当にちょっともったいなかったなっていうのが今回の角田くんでしたね。ちょっとしたところで1ポイント取れたか取れてないか、でもこの取れたか取れなかったが本当に大きかったと思うんで、まあ、それだけにやっぱね、角田くんとしても悔しかったとは思いますけど、まあでも、全体を見ると、正直今のアルファタオリの車は9番目か10番目、下手したら今回は10番目の車だったんで、まあ、その車でこうやって入賞圏走れたとか、最後の最後までポイント争いができた。で、何よりも、まあ、ペース自体がそんなに悪くはなかったっていうね、この中段グループの中で、まあ、アルピーヌに比べれば遅いですけど、ハースをずっと抑え込むぐらいのペースはあったっていうこと、まあ、アルファロメオ勢に比べても良かったし、マクラーレンに比べても良かったし、まあ、マクラーレン1周目で落ちてますけどね。こういう感じでずっとペース的には悪くないところにいたので、まあ、そこは割とポジティブに考えてもいいんじゃないかなっていうところですよね。だから、まあ、この開幕戦というか開幕前テストと開幕戦で見えた、まあ、正直今の車で言うと9番目、10番目だよねと、下手したらドベだよねっていう中で、まあ、この2戦は、まあ、ちょっとポイントは全然取れないでしょうと。下手したら Q1 落ち毎回するでしょうっていうぐらいの中で、まあ、それでも車のパフォーマンスフルに引き出して、で、ドライバーとしてもミスなく、で、なんだったら自分たちの頑張りでこのチャンスを掴み取る、チャンスが転がり込んでくるのを待つ。で、転がり込んだら掴むっていう、まあね、先にピットにしてたら転がり込むチャンスを待つことすらできないわけで、まあ、そういうところで自分たちでチャンスを打開していったっていうところが、まあ、途中までは本当にすごくうまくいっていた。で、これは本当にもう、上出来以上の出来だったと思うんで、まあ、今のアルファタオリの車のポテンシャル考えれば、非常にいいレースはできたというところで、まあ、チーム力としてはそういう意味では上がってるっていう言い方もできるんじゃないかなと思います。でも、まあ、その正直チーム力っていうのも、まあ、角田くんの頑張りによるところはかなり大きいと思うし、まあ、その頑張りに、こう引っ張られてチームも頑張ってくれてるっていうところもかなりあるのかなっていう感じはしましたね。まあこういうレースの中でも角田くんはかなり冷静にやってましたしね、全然声荒げるようなことはなかったし、まあ非常に堅実でしかも賢いレースをしたと思います。まあ本人も言ってましたけど、常にだから車の全力と自分たちの全力出し切って、こういうところにいられれば前で何かあった時にチャンスが転がり込んでくる。で、その転がり込んだチャンスをしっかり掴むことができる。でもそのためには常にこの中段のトップにいなきゃいけないので、まあ、アルピーヌまで含めると5チームでもうね、入賞権10台埋まっちゃってるので、今回みたいにストロールがリタイアしましたとか、誰かがいなくなりましたっていう時に入賞のチャンスが出てくる。その時に掴めるのは中段の一番上にいる、5チームの中の一番上にいる人なわけで、それがまあ開くのはおそらく1個しか開かないとか、せいぜい2個しか開かないわけですから、その後ろの5チームの中の上1位か2位にはいなきゃいけないっていう、そこまで、正直この開幕2戦でできるとは思っていなかったはずなんですけど、まあバーレーンでもできたし、まあ今回もできたっていうことで、次オーストラリアアップデートが入るんで、まあそれで車のパフォーマンスが上がれば、まあ今課題としているダウンフォースっていうのが良くなれば、もう少しそのコンシステントに、中段5チーム、中段というか中段階の5チームの中のトップに常にいて、で、なんか前であればポイントが取れるっていうチャンスがつかめるっていうところにいられるようになればという。まあだから、オーストラリアのアップデートだけでそこまでいけるかどうかっていうとちょっと難しいと思うんですけど、まあ、その後もどんどんマイレースのようにちっちゃなものでも入れていくっていうふうにチームは言ってるんで、まあ、そこがうまく機能していって、でなおかつ、まあ角田くんもこういうふうに非常にいいレース、ステディーなレースしていけば、そういうチャンスがいつかつかめるところは来るんじゃないかなと思いますね。まあ、それは本人もそういうふうに言ってました。まあ、あとそのストレートの遅さっていうかね、空力効率の部分ですよね。まあ、ある程度ダウンフォースつけなきゃ曲がれない車なんでしょうがないとは思いますけどね。